第6巻の後に Q ですね。その次がフォーマルフォーノットファウンド、でその次ミュータントっていう感じなんですけど、うん、なんかここが、まあ、しっとりゾーンかな、うんうんうん、フォーマル4がやっぱ嬉しかったです。いやもう大好きよ。いやこれはさ、はい、あのうちら大好きな曲やんこれ、うんうん、そうそうそうなんです。あのっていうのも、うん、こんだけね強い女な、うんはい、レオちゃんが、はい、自分の弱い部分をそうしかもちょっと感情的に歌ってるっていうのは初めてな気がして、なんかほんとキモートなんだけどあの いいよ。いつも強い女でいらっしゃるあなたが、うん、ファンの私たちに見せてくれるんですかっていう感じこじらせた愛なんですけどそれもあってなんか本当にすごく大事な大切な曲なんだけど、うん、ライブになるとまたよりね感情を乗せてもう歌うっていうかこっちに話しかけてるっていうかみたいな感じの表現をするから、フォーマル4のあれを聞くとあライブに来たってなる。うん確かに確かに。であれをね今のレオルが歌うっていうエモさもあると思うわけよ。いやあるよ。もうだからさやっぱ考えるじゃないですか、うんうん、今までねそのレオちゃんの音楽体制というか、うん、今は一人だけど見てこれから長い未来、うんうん、また3人が集結して作ってくれたらいいなみたいな、まあ、作るんだろうなみたいな、うん、私もどっちかって言ったらそっちタイプで、なんて言うんだろう、別にな何まあ、今回さちょっと話戻るんだけど、うん、あの、うん、セキララがね積み木 P に共作だったけど、うん、でなんか多分なんでギガちゃん、あまたギガちゃんじゃないのかとか多分思ってる人もいると思うんだけど、うん、なんかさまあファンはさそりゃそう言うよねみたいな、そう、うんうん、もうギガちゃんとかの相性を知ってるからさそりゃ望むよねって思うんだけど、うんうん、ユニットレオルはさ、うん、発展的解散という前向きな解散をしたわけですから、うんうん、今発展してる途中なんだからさもう触れてやるなよって思うんだよね、うん、個人的には今発展してんだからさまたギガちゃんじゃなかったとか、うん、もうなんかナンセンスなんだよって思うんだよねツッコミとして。いやえ待ってえ、ね、本当に私もそうなんだよねえだってさ、いや逆によずっとギガちゃんの方が不自然やない。そうそうそう、だって私はあの解散って何だったんだって。そうだよな、私怒っちゃう。私も怒ると思う。でだからそう解散っていう言葉はすごく悲しいけどね、うんうんうん、そうじゃないじゃん。そうっていうかそうじゃないように見せるために私も初めて聞いたよ発展的解散ってなんだって思ったけど当時は当時はねそれってなんかファンのいろいろ思うためのエゴじゃないけど、うん、そういうニュアンスの言葉なのかなって思ったけど、うん、今はわかる、うんうん、だからえそれで別に全然今がさ自然じゃない。そうそう、もう本当そう思うよ。うんだからなんていうの、わかんない、その、またギガちゃんじゃないんだっていちいち、怒ってる人とかは、うん、その発展的解散の文脈を知らないのかもしれないって思うのね、うん、もうその時のあれを知らないでこうギガちゃんとのこう相性の良さを個人的に理解していて、あ なんで最近離れてっちゃうのって思ってる人もいるのかなって思うんだけど、だから、うん、いやなんかさ私はレオちゃんがやりたいことをやってそれをうちらは受けるだけでいいんじゃないかなって思ってるんだね、うんうんうん、なんかそこにあまりにもファンがね受け取り手が執着しすぎて注文を出すっていうのは本人がやりたいことを狭めてるような気がして、うん、なるほどね、ちょっと私は合わないなって思 う, うん、そう、ね、私それをどうかあの思っていい、全然思っていい、そう思っていいんだけどどうか本人には伝えないでほしいなって思うまあでもなんかそれもそんなことをまあ多分分かってる、そういうのが来る、うんうんうん、そういう意見も来るよねってのも、ね、全部分かった上ではいはいって多分本人も思ってると思うからさ、うんうんうん、でもそういう風にさやっぱ言う人がいるのっていうのはやっぱ期待の裏返しじゃんきっと。うんそうね、そうまあそうねって私は思いながらいつも見てるんだけど、はい、いいね、これ際どい話いいと思いますはいいろいろみんな思うことがアリンシャーとは思っちゃうけど、そう、まあ、別にそれでさ離れていくのはその人の自由じゃん、うんうん、
なあのそうしてくださいよみたいなあの、うん、いうのはちょっとお門違いではないですかって、うんうん、はい、じゃあ違う、じゃあお黙りって、まあ、ちゃんと上手に泳がせてるなっていう、はいはい、もうこれぐらいにしときましょう。はい、しましょう。別の楽しい話しましょう。楽しい話しましょう。いや、ごめんね、多分私がこの話引っ張っちゃった。いやいや、全然、いや、私もね、あの、ユニットの話をね、引き合いに出しちゃったから、そうなんだけど。でも、これはちょっと話したかったよね。ああ、まあまあ、ね。最近、ちょっとそういうのがね、でもちらほら。みんな、多分ね、もやもやはしてると思う。もやもやはしてる。うんうん。そうね、はい。